皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はゆいちゃんですです。今日はですね、麻布十番にあるマイゴルフレンズさんに来ております。はい、いつもありがとうございます。はい、会員募集中でございます。よろしくお願いします。はい、ゆいちゃん、今回のレッスンは何でしょうか。左肘がなんで抜けちゃうのか、まあ、抜けないようにするための練習法というか、はい、を喋っていきたいなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまず左肘が抜けちゃう人っていうのは、インパクトからクロスリングがこうなっちゃう、で、これ前一回ちょっと話したと思うんだけど、フリスビー投げる感覚ですよって言ったの。こういう状態で腕は使っていく。で、腕肘がこういう風にならない。で、まあ、そもそもなんでこうなっちゃうの？確かに。原因で言うと、まあ、簡単に言うと体が詰まってるから。ここから、まあ、インパクトしました。で、フィニッシュにかけて体が詰まってると腕の抜け道がない状態になっちゃう。で、結果的にこうなる。で、結構左肘って気づかない人も多い。自分で、あ、自分左肘抜けてるんだって気づかない人も多いし、言われて気づく。で、まあ、それは体が詰まってて腕のこう逃げ道がないからそうなってしまうという状態なんで、その逃げ道を作ったりとかいいんですよ。で、アマチュアのすっごい多いのが、インパクトの時に自分のこのクラブ、肩の位置と胸の位置と腰の位置が一緒っていう人。ここから、まあ、正しくは腰からこう回転して、腰がどん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 回転していって、インパクトを迎える。なので、インパクト打つ瞬間って自分のおへそ、目標方向ぐらい向いてる。こういう状態。ここから腕がこう前に向けていって、いい瞬間なんだけど、インパクトの時にもこういう状態。ああ。人結構多くて、ここから回転したことだからこういう風に。ああ、回れてないってことなのか。腰が回れてない。この3つが一緒の位置にいると絶対に体がこうって詰まっちゃう。なるほど。結構ダフっちゃうんですよ。っていう人とかも多い。ドライバーとか、ドライバーに限らずだけど、結構ダフりが多いんです。っていう人は体が詰まってるっていうか、ダフるっていう。うん、その時に腕が逃げ道がないから、こういう肘が肘になっちゃうっていう感じなんで、これもここから下半身の先で、この時に気をつけてほしいのが、自分の肩の回転も、お前腰と一緒に肩がどん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 ついていっちゃうと、次こういう感じになる。開いちゃうね。なんかこういうシャンプーとか、あとスライスの原因になってしまう。肩の回転、腰と一緒にこうついていっちゃうと大きくなっちゃうんで、肩は胸は正面みたいな感じで、胸は正面で下半身だけ回してっていうと、どういうことってなっちゃうんでイメージは、練習場とかでやるときは、自分のこの目線、この自分が見てるこの頭の位置をインパクトに向けて、ちょっとボールの右側に移す。ここから胸そのまま残して下半身だけでいっていってると、こうなっちゃう人結構多いんですよ。で、これ自分のこのグリップと自分の体離れてる。そうね、離れてる。そうっていうことは、インパクトの時にも戻ってこないんです。だからこれもまたミスの原因になっちゃう。で、胸の位置ってさっき言ったんだけど、自分が打つ時は胸の位置をあまり気にしないで、目線だけちょっとここから分かりやすくこれぐらい右にちょっと移す。へえ、すごいね。そうここからこういうぐらい。へえ。で、自分の目線がこうグッて右に行くと、胸も絶対首とつながってるんで、こういうふうになる。これやると多分首は。やばい。ドキってますよ。なりそう。そう。だから、ここから目線だけこう右に移して、体だけ左に回転する。よく雑誌とかに。
はい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 、こういうこれを練習場とかではもっと大げさに分かりやすくやっていくんです。そうね、多分今までにない感覚、体感になると思うんですけど、基本的に結構それが正解に近い。からやってみてほしい。なるほど。それがしっかりできると、ここまでしっかりできると肘はちゃんと前に抜けていく、腕の通り道ができる、体が回転してるからここで腕が詰まることがない。逆にだから下半身が回転してるのに肘が引けるってものすごい逆にね、ここから全身抜けようと思うとこういう風に上がっていくことなんで、まああんまり見たことない、こういう人は。そうだね、そうだからほぼほぼ全部の原因的に言うと下半身がこう回転していってないからここに詰まってこう、で私も体の回転を止めてボール打つと絶対左肘引ける、今みたいな。へえ。だから絶対逃げちゃう、ので体をしっかり回転させてこういうふうすると、まあ、一番最初に言ったみたいなフリスビー投げるみたいな感覚で腕が回ってくる。ありました。左肘引いてるよってなってる人はまずはその下半身が止まってるかもしれないっていうのと、自分の肩の回転もちょっと大きすぎるかもしれないので、まずインパクトするまでは目線をボールの右側に移す。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は左肘が抜けちゃう人のためのレッスンをしていただきました。練習場でやってみてます。そうですね、回転と肩の これやりたいな私も、まあ、練習ですごい、いいと思う。そうだね、ぜひねこれやってみてくださいこれはい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。